アルウェンアルウェン運動ミエルは JRR とオルキンの中津国を舞台とした小説指輪物語の登場人物。寿命を持たないエルフでありながら人間であるアラゴルンと運命を共にすることを選び指輪戦争の後は再統一されたアルノールとゴンドールの王妃となった。父はソケタ谷の領主エルロンド、母は森の奥方ガラドリエルの娘ケレブリーアン。兄に エルラダンとエルロヒア。夫は、再統一された王国の王アラゴルン。息子にエルダリオン、名前不明の娘たちが数人いる。アルウェンは、クエンで、高貴な乙女を意味する。別名のウンドウミエルは、ズツ酔いの明星を意味する。第一期のエルフの乙女、ルーシエンによく似ていたため、ルーシエンの再来と言われる。なお、ルーシエンは、父方の高祖母にあたる。 テレリの上級王、エルエとマイアのメリアンから生まれたエルフの明けの明星リューシエンが、中津国に大きな喜びと悲しみをもたらしたのと同じように、その再来と言われた酔いの明星、アルウェンも、中津国に喜びと悲しみをもたらした。アルウェンの恋人アラゴルンは、冥王の最大の敵として、中津国を救ったが、その結果アルウェンは、 エルフの不死の運命を捨て、人間としての死を迎えることとなった。彼女の父エルロンドが中津区にお去った時、彼女の運命は定まった。指輪戦争の後、アルウェンはアルノールとゴンドールの王アラゴルンの日となった。ここに二人のンエルフの兄弟、エルロンドとエルロスの血統は、再び混ざり合った。すべてのエルフが中津区におった後も、彼らを通してアイヌアとバンヤール、 ノルドール、テレリの王家の血脈が人間の中に残された。アラゴルンは自らの意と息子エルダリオンの成長を感じ取るとこの世を去ることに決めた。アルウェーンは王を引き止めようとしたが王の決意は固く身を横たえると王は死んだ。アルウェーンはひどく悲しんだ。彼女はこの時まで人間の死がどのようなものであるか真に理解していなかったからである。 アルウェンの喜びは去り、彼女もまたこの世を去ることを決めた。彼女はかつて二人が婚約した、ケリン・アムロスの丘に身を横たえて、この世を去った。ありがとうございます。